田辺長江門智之23代、田辺長江門3月25日から1979年9月15日は、日本の実業家、政治家、衆議院議員、島根県知事、奥出雲の三輪王子主で、田辺家の第23代当主、名智之、号は小路亭。茶室、明明屋の再建や、 美術館の設立など文化振興にも尽力した。竹下登元首相も彼が支援した政治家の一人である。長衛門と長衛門田辺美術館祖父と同じ部屋で寝起きしていたため大胆な教育は早朝から始められた。夜も明けぬ暗いうちに起こされ武士の出で出養子だった祖父の聴衆から毎日昔の武士記室を聞かせられたという。若い頃、女優。 司陽子の父、正治半次郎に良いことも、悪いこともしょっちゅう連れ歩いてもらって教わったことも、ありしの姉妹揃って大いに可愛がった。結婚式の際には田辺が親代わりとして出席した。竹下登元首相を何かといえば、党、党と呼んで我が子同様に可愛がった。ある時、竹下登の父雄三に、雄三藩、党のことはわしに任せっさい。 お前さんには任せられ、ん、剣、ゼネはみんなわしが出すなどと述べたことがあったという。趣味は、美術、陶芸、囲碁、柔道。宗教は新宗。宇山家は、宇田源氏佐々木氏の流れを汲むとされる。横山家の先祖は、宇田源氏佐々木氏の流れを汲む天子方武将だったが、主家滅亡後、里に下り妻方となる一豪族と結ばれてその、妻方のせい。 横山を名乗ったという伝承がある。安木山城や元祖、与一右衛門は、安木岡志ら、修士将や、三男の六太郎は、母佐と藩士、桑垣六左衛門の娘婿となり、甘子の筆頭家老、宇山日高みの名跡を起こし、正座衛門を名乗り母佐と、宇山家の初代となる。安木町長、県会議員等を務めた八代目栄之助は、 若月霊次郎元首相と親交があり、若月より栄之助への親書の一つは、久米一郎次長栄南寺方にて保存されている。ありがとうございます。